この前のポートピアホテルでの展覧会の絵を数枚お持ちしました。なんかライトの都合で受付の方にも2点飾ってるんですけれども、全部ここひらがなになってるんですね。スタンプをたくさん反復して押してるんですけれども、反復することで現代社会の大量生産大量消費の中で、もしかしたら情報も大量生産大量消費されて、子どもたちが一体どういう情報を信じて生きていったらいいのか、中には嘘もあります。そういう大人が作り上げた社会の中で、子どもたちは大量な情報をどうやって汲み取って信じて生きていったらいいのかということを提案にした、無限のゼロというテーマでお届けした展覧会の絵をお持ちしました。主にこの絵を描いているの顔の子どもの、なぜ子どもを描くかというと、私自身もどっちかというと子どもを産みたかったなという思いもありますけれども、もう一つは子どもって現代社会を映す鏡だと思うんです。だからなんか子どもを投影して、この世界この世の中、私というフィルターを通して見た世の中を子どもをモチーフに今後も描いていきたいと思います。お忙しいと思うけれども、展覧会をいらしてください。今なんか想像力とかが欠落した事件がたくさん起こっていますけれども、虐待も無縁社会もさまざまな人権問題もきっとどこかでつながっているんじゃないかなって私は思います。想像力を養うような、そういうなんかアートというものもやっぱり私たちも頑張って広げていかないといけないなと思って活動しています。では、まあ、ここでガイドラインを一生懸命お話ししても多分持ち時間がなくなってしまいますので、ある程度のこう LGBT というものは何なのかということが一つ、そしてもう一つは、私が今まで学校生活の中で過ごしてきた私のこれまでとか、小学校の時どういう過ごし方をしたのか、どんな子供だったのか、そういうことをお話しして、なんか先生たちに何かヒントになればいいかな、何かお役に立てばいいかなと思って、本当は忘れてしまいたいこともいっぱいあります。言いたくないこともあります。小学校中学校の子どもたちから私のホームページの方に、もちろん学校の名前も書いてくれる子もいますし、匿名の子もいますけど、助けてほしいって、学校の先生に何も分かってくれないから学校に行きたくないとか死にたいとか、痛烈な子どもたちのメッセージが届くようになったんです。全ての当事者がこうやってさらけ出して生きているわけではないんです。どちらかというとカミングアウトもできずに日々苦しく生きづらさを抱えて生きている人もまだたくさんいます。はい、そしてもう最後にもう一つは、じゃあ学校現場で、LGBT の子どもたち、セクシャルマイノリティの子どもたちがどうやったら過ごしていけるのかなっていう、こうしてほしいなって、こうしたら解決するのになっていう、最後にそういうふうなことをお話しします。大丈夫？早口？よかった。まず LGBT という言葉、またご存じない方もいると思うので、最近テレビでもよく見かけます。 LGBT、 レズビアン、 ゲイ、バイセクシャル、トランスセクシャルとかトランスジェンダーの頭文字です。性同一性障害とかセクシャルマイノリティとかゲイとかホモとかオカマとか、世の中には私たちを総称するような言葉がたくさんあります。中には性同一性障害という障害という言葉が嫌だなっていう当事者とか、ゲイって言われることは絶対嫌って言われる当事者とか、自ら私オカマよっていう当事者とか、さまざまな言葉が飛び交っています。最近では本当にいろいろなことが、いろいろな言葉が出てきているので、私のホームページに寄せられる相談の中では、テレビで LGBT という言葉が叫ばれるたびに苦しくなります。曖昧な私は言っちゃいけないんですかってメッセージをいただきます。そうです、 LGBT とかセクシャルマイノリティという言葉が叫ばれる一方で、曖昧な子どもたちとか誰も愛せない無性愛の人もいます。性文化疾患といって両方の性別の体を持って生まれた子どももいます。一方でそういう子どもたちが置き去りになっているのではないか、
また LGBT というがゆえに他にももっと生きづらさを抱えている人がもしかしたらいるんじゃないかなって。今日は私が LGBT の当事者として皆さんの前でこうしてお話ししますが、100人いたら100通りの悩みがあると思って聞いてください。もしかしたら曖昧なところで苦しんでいる方がいるかもしれないって。今日コウブさんの話聞いたからそれが全てだわっていうふうに思われるのはとても危険なので、私が講演するときには必ず言っています。100人いたら100通り、同じ人は一人もいないんです。一人も同じ人がいないけど、みんな同じ命なんです。誰も排除したらダメなんです。誰も残り物にしたらダメなんです。そういう思いで聞いていただけたらと思います。日本は2010年から文科省が各自治体とか都道府県に心の性と体の性が一致した子どもへの相談を開始してくださいという通達がおりました。2010年です。そうやって世界中にはまだまだ苦しんで生きづらさを抱えながら日々生活している人がいます。もしくは耐えられなくて自分の命を絶ってしまう人がまだまだたくさんいるんです。そう思って、なんか今日聞いていただけたら皆さんの中に何か心に残る何かがあるんじゃないかなって思います。ちょっと最初から重かった？大丈夫ですか？大丈夫？はい。3人兄弟の次男坊としてこのように生を受けました。お兄ちゃんと弟がいます。弟とは5歳離れてるんですけれども、家族構成は父、母、そして2世帯住宅でおじいちゃんとおばあちゃん、そして住み込みで働いてる人がいました。実家が洋菓子店を経営していたので、そういう大家族の中でのびのびと元気のいい男の子として誕生しました。顔怖いですよ。大丈夫ですか？小さい頃はお父さんのひげを触りながらいつも寝ていたんです。一緒に家族みんなで同じ布団で、もうなんか小さい時はお父さん子でお父さんの昔話を聞きながら寝るのが本当に楽しかったんです。お父さん大好き、こうちゃんこうちゃんって可愛がられてすくすくと大きくなったんです。その父が5歳の誕生日を機に変わってしまったんです。ある日突然朝起きて、お父ちゃんおはようって言ったんです。お父ちゃんという言葉やめなさい、お父さんと言いなさい、そして今日からおはようございますと言いなさい。いつもよりも低い声でした。どうしたお父さん、なんでって。だって5歳ですよ、まだ。私なんかしたのかな、昨日一日のことをと考えたんです。なんか悪いことしたかな、なんかお父さんに怒られることしたかなって。父は子供の時からすごい女っぽい私を実は心配していたんですね。このまま小学校に上がったらこの子がいじめられちゃうんじゃないかって、母と毎晩話したみたいです。母は母で、私が小学校に上がる前にラジオの電話相談で電話をしたみたいです。うちの子、なんかものすごい女っぽいんです、なんででしょうって。このままだと小学校でいじめられるかもしれません、どうして息子こんな女っぽいんでしょうって。相談員は、ああ今お話してたらお母さんすごい男っぽい喋り方ですよね、お母さんが男っぽいから息子さん女っぽくなったんです、間違いありません、決まり。あります、今ではちょっと考えられない。でも母はどこにも相談できなかったから、私が悪いんやって、私のせいで息子こんな風になったんやって、かなり思い詰めたようで、
夜になったら父親と話してどうするのがいいのか、甘やかしてるからこうなったんじゃないのかって言われたけども、やっぱりそうだと思うって。こうちゃん、こうちゃんって可愛がりすぎたのかもしれない、溺愛しすぎたのかもしれないって。それで父は先ほどのような、今日からおはようございますと言いなさい、お父さんお母さんと言いなさい、ご飯を正座で食べなさい、食べてる時は喋らない、テレビも消す、会話もなし。その時は自分がおままごとが好きだったり、お人形遊びが好きだったことも何も違和感がなく、何もおかしいことだとは思っていませんでした。編み物をしたり、母と一緒にあやとりをしたりとか、お母さんのお化粧になって綺麗になっていくのをじーって眺めて、私とくーちゃんのここにも塗ってとか言ってたんです。ダメ、今日からお化粧するとこ見たらダメです、編み物するのも見たらダメって母も変わってしまって、それからその時かわいいキキとラルのポシェットを父が焼却炉で燃やしたんです。持っていたリカちゃん人形も燃やされました。父は父なりに悩んでいたんです。唯一味方だったのが、ちっちゃい時は住み込みで働いていて、私が小学校に上がる前に結婚して近所に住んだ母の妹、おばなんですけれども、おばだけが私の心の味方だったんです。こうちゃんもそのままでいいよって、お父さんに燃やされた、じゃあ私が買ってあげるって、女の子に胸が悪いのって、何にも悪いことしてない、そのままでいい、言ってくれたんです。それを聞いて父と母はおばと喧嘩をする。私が女っぽいものを欲しがったら大好きなおばが父に叱られる、なんかそういう構図が浮かんできて、私我慢する、可愛いものを持つのを我慢するからって。そして小学校に上がるんですけれども、小学校に上がって1年生と2年生が同じ担任の女の先生でした。口癖は、男の子は男らしく、女は女らしくですよ。そしてよく私の肩を持って、どうしてみんなと同じにできないの、入った時から先生が大嫌い。何ですかその歩き方は、もっと男らしく歩きなさい、コウ君。そんな男らしくの歩き方なんかわからんって。先生の言うことを素直にはいと聞いたことは一回もありません。小学校入って1学期は、クラスの男の子に、お前、おかま。おかまって言われた、いじめられたって母に言います。あなたが悪いのよって。あなたが男らしくしたらいいだけだから。我慢しなさい。なんで？何も悪いことしてないよ。あなたがおかしいの。あなたが悪いの。お友達は悪くありません。ましてや先生は悪くありません。先生の言うことは絶対です。って。もう上に言ってもダメなんだなって。でも悪いことしてないって。もんとしてました。1年生。そのうち、自分で解決しないといけないんだ、親に言っても無駄だ。それである日、おかまって言われた男の子に泣きながらも、謝ってやって謝って、それ言われたら嫌な言葉やねん、謝ってって言ったんです。なんで謝らなあかんの、おかまやねん、なんかアホかお前って言ったんです。アホでもないし、おかまでもないわって言って、その子の喧嘩になったけど、その子は絶対それを見てた先生に私を叱るんです。何をやってるのって。だってこう詐欺におかまって言われたのって。だったらあなたも男らしくしたらいいでしょう。この子は悪くありません、あなたが謝りなさい。なんで私謝らなあかんの、悪いことしてないのにって。それで私は謝らないんですよ、絶対自分で悪いと思ってないから。おかまって言われたから絶対に謝ってもらいたいと思って、どうしても謝ってもらえないから、私は放課後その子の家に行きました。家に行って、当時のインターホンは今はおしゃれでしょ、一回押したらピンポンって響くでしょ、私はピンポンだったんです。それは100回くらい押すんです。ピンポン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 と押すんです。そしたら家の人がどうしたのって出てくるんです。あなたの
息子に拝まって言われて傷ついたから、息子が謝れへんからあなた謝ってって言ったんです。そこのお母さん何がわけかわからない、この子みたいな。ある時は散髪屋さんがどうしても嫌でバーッと挟んで自分で自分の髪の毛を切るんです。この子みたいにこんな髪型をしたりとか、取り返しがつかなくなって散髪屋さんに行ってパッツンになったりとか、なんかこういう、なんかこれ私のちっちゃい時を描いた感じだわ。なんか母のビューラーを使ってくるんとさせてザンバラの頭で、なんかそういう、もう本当に我慢我慢、黒いランドセルも嫌でガン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 ぶつけてとっとと壊して普通のカバンで学校に行くような、そんな小学校で、すごい1年生2年生が巻くわけでしょ。それでもその女の先生にはもう毎日怒られるんですよ。そして毎日校長室だから、もう校長室はねすごい懐かしい。校長室に呼び出されて、校長先生と親が呼び出す、親が来ないから校長先生と担任の先生と座ってこられて、謝りなさいって言われて、校長先生にペーって唾かけたこともあります。何わかんない、じじいって言われて、ほんとほぼ毎日あの校長室に呼ばれて、そ当時お弁当だったんですけれども、こう家で正座して食べなさいって言われるから、わざと手で食べるみたいな、クワーッと全部つけるみたいな。そしたら大人がみんな驚くでしょ。だから大人が困ることをわざとするんです。そういう子供になっていました。ある時はそうやって問題ばかり起こすから、担任の先生が学校で何かがなくなった時に、女の子のビリジアンの絵の具がなくなった時に、覚えてるでしょ、あのビリジアンって知ってる、深緑の当時流行ったんですよ、クラスでビリジアンっていうのが流行って、みんなでビリジアンって流行らせた私なんですけど、そしたらその女の子のビリジアンの絵の具がなくなったんです。だ毎日ビリジアンって言ってたから私のせいにされたんです。そんなにビリジアン欲しかったのって言われたんです。いらないって、私じゃないって、私取ってないもんって、あなたでしょ、こんなことするのね、あなたしかいないの、出しなさい、やってないもん、私やってないもん、出されへん、クソババって言われました。クソババって言いました。加減します、誰にクソババ言うてるんだ、誰にクソババ言うてんの、お前がクソババじゃなかった、世の中でクソババおれへんわアホって言ったんです。でパチッと叩かれたんです。バチッと叩き返したんです。やったらやり返す。その日も校長室でした。その日も校長先生が出張に戻るまで待たされました。その間校長の顔に落書きをして待ちました。このせいで次の日も校長室でした。こんな子います、なかなかいないですね。でも何かあるんですよ、そこまでするっていうのは。それで私は泥棒にされたことはね、お構って言われて家に行きます。泥棒って言われたらどうします、泥棒になりました。泥棒もしてないのに泥棒って言われたんだから泥棒になってあげるって。この女は一番困ることって何かなと思ったんです。この女ってその当時そういうふうに思ってたんですよ。そしてあまりプライベートな話をする先生ではなかったんですけれども、旦那様との結婚記念日の時は声が違ったんです。皆さんおはようございますって言ったんです。なんか気持ち悪いわと思って、見えました、この時計は先生が昨日旦那様からもらいました。赤いの出ると可愛いでしょう、ね、結構高いですよ。ブランドものです、はい、先生と旦那様ね、昨日結婚記念日でした。誰も聞いてないんですよ、そこから30分ぐらい喋ってました。思い出、新婚旅行行ってどうだったとか
すぐ実行しました。昼休みにその先生の時計を盗んで砂場に深く深く深く埋めました。まあ昼休みに一心不乱に土を掘ってる小学2年生の男の子がいたら見てない人いないですよね。他の先生に見つかって校長室に行きました。その日は教頭先生もいました。ものすごく怒られました。謝らなかったです。謝ったら負けたと思ってたから。本当にあの私こうやって公園で言えば言うほどすごいですね。本当に私が教師だったら絶対嫌でも、こう、うまく、私なら、私だったらどうするかなって客観的にも見れるんですけど。そして3年生になったんですけど、3年生になった頃は1、2年生のことを聞いてたので、その先生はすごく腫れ物に触るように私を触ってくれました。腫れ物に触られてるのがすごく分かったんです。だって、朝学校に行っておはようございますって言ったら、放課後に今日はおはようございますって言いましたって表彰状取れるんです。へぇ、なんで。はい、どうぞ来てください。昨日ね、ごはんお弁当の時にね、すごい元気よくね、いただきますって言ったから、いただきますの表彰状ですとかっていただくのが、もうすごい1週間でノートができるみたいな。3年生のこの1年間だけは割と校長室に行かなかったです。こう当時は聖子ちゃんブームで松田聖子全盛期みたいな時で、私も将来はアイドルになりたいって鈴木先生に言ったんです。先生、私ね、大人になったら聖子ちゃんみたいなアイドル歌手になるの。そしたら先生は目を細めて、いいね、こうちゃん、夢を持つってね、すごい大事よ、先生絶対応援するからね。でもね、アイドルっていうよりも演歌歌手かなって言ったんです。その場で芸能界を諦めました。私、演歌なんや。演歌ですか？そんなことない、ね、女優、ね、そんな感じ。そして一番苦しかったのがトイレですね。学校生活でもうどうしてもこう男子、男の子がおトイレにいると入れないんです。入りたくない。だから決まって授業中にトイレに行ってました。学校からは何回言っても授業中に行く悪い子として扱われていました。それから4年生になると男女の差がつけられてくる年齢です。体育の時間を別々に着替える。でも男の子の着替えるのがどうしても嫌だから、みんなが体育館とか運動場に出ていなくなってから一人で着替えて体育の授業に向かう。だから体育の時間は 100% 遅刻。そういうことが積もり積もって問題児、異端児、レッテルを貼られていきました。そのレッテルを貼られていることも自分では分かっていました。でも自分ではどうすることもできない。だからどんどんひねくれてきました。小学校4年生の時の先生にも、どうしてみんなと同じにできないの、なんでみんなと同じにせなあかんねん、当たり前でしょ、それが学校よ、みんなと同じにするのが、あなただけがおかしいのは、私は普通、私はおかしくない。でももう本当にどの先生ともぶつかってぶつかって、本当にどん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 孤立していってました。特に4年生になったら親と先生とグルになって、なんとか男らしくしよう運動が始まってました。
親がやったこと、それはラグビーを習わす、空手を習わせる、そろばん塾家庭教師、1週間の自由を奪うことによって友達の家に放課後行ったりとか、そういうことがなくなるんじゃないかっていう感じで、私の自由をどんどん奪っていきました。日曜日もヨットスクールに行きました。空手は習いたくなかった、どうしても嫌だった、お母さんやめさせてって、ピアノがいいって言った。お父さんが決めたことなんだから、空手は嫌よって、あんな人と試合とかで殴られるのも殴るのも嫌やって、ピアノがいいって言った。でもその4年生になった時には、もう本当に一番1年生からずっと仲が良かった女の子、沙織ちゃんとめぐみちゃんっていう女の子がいたんですけど、3人どこ行くのも3人で一緒、放課後も3人で駄菓子屋さん、ファンシーショップも3人、休憩時間には縦笛で30層する3人。4年生の時にある時学校に行ったら、おはようって言っていつも3人で一緒になって噂話とか昨日見たテレビの話とかをするんですけど、その日は様子が違いました。いきなりパッて想像を向けて、ごめんもうこうちゃんと遊ばれへんし口も聞かれへんって2人で言うんです。なんでって、何があった、何かしたわ昨日って。その沙織ちゃんも泣きながら、だってお母さんにあかんって言われてんもん、先生にもって。その女友達の親、先生、うちの親で決めたことだったんです。あの子が女っぽいのは女友達と遊んでるからだって、だから友達とも引き離しましょうって。大事な友達と引き離された私は、問題行動がどん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 エスカレートしていきました。おかまって言われた子の家に行くのはまだいいです。おかまって言った男の子を、女子を抱きつけて、ガーッと放課後体育館の裏に呼び出して、登り棒にくくりつけるんです、縄跳びで、大の字に。そしてハサミ持って行って、あんたさっき私におかまって言ったよな。だってズボン脱がして、あんたのチンチン切ったろかって言った。そしたらあんたもおかまやで、毎日どうする、謝る。トラウマになってるんじゃないかなと思って、この前同窓会で聞いたらきれいに忘れてました。あまりのショックで。そしたらその日も校長室行って、校長先生に怒られて、さあ、おっさんのチンコ切ったわって謝らない子でした。ある時はお友達が私にお構って言って、お友達のお弁当箱にぎゅうぎゅうに砂を詰める、コーラの米のように残さず食べましょう、パカッと砂が出てきて、あんたにも残さず食べましょうって言ったよね、食べるって言って、その子のガーッ、その子の上に乗ってガーッと口に砂を入れるみたいな。そしたらもう先生たちはその子と私を剥がそうとして、なんでなみたいな、こいつがおかまって言ったんやって私は言うけども、先生があんたが悪いって言って怒られるわけです。なんで私の言い分聞いてくれへんのって、なんで私ばっかり悪いって言われるのって、なんで私だけ誰も味方になってくれないのって。そんな4年生でした。大丈夫ですか皆さん、もう帰りたくなってきた。聞いてくださいますか。今はすごく反省しております。6年生になったらなったで、一番の問題、修学旅行、お風呂、もうどうしても入るのが嫌だったので、入りたくないってその時の担任の先生に言ったら、あかん、みんなと違うことしたらって、他は何でも言うこと聞くからそれだけは嫌って言ったら、他も聞かんやろって言われて、で、修学旅行も夜がやってまいりました。宿泊施設を逃亡してしまいました。近くの民家に逃げ込みました。息も大変で、近くの民家のご夫婦がびっくりしておられました。どうしたと思って、殺されるって言ってどうしたお友達にいじめられたのって言って、いじめられた、先生にもいじめられてる、
で、すぐに連れ戻されました。それでもお風呂は入りませんでした。もうすごいでしょ、小学生の時。このまま中学生になるんですよ。中学生の話聞きたい？大丈夫ですか？中学生に上がる頃にはもうひねくれもマックスでした。一人浮いてる、学校で一人だけ浮いてるような存在でした。どの先生にも反抗してました。当時松田聖子さんの色付きロックンルージュって言うと流行った、うなずいていただけということで、全員40代以上じゃあ堂々と当時の話ができます。ロックンルージュって色付きピュアピュアって言ったんですが、で私の流行りは色付きリップとベビーパウダー、学校に行ったらこうベビーパウダーとかです。ファンデーションのつもり。すごいでしょ。学ラン着て顔真っ白で色つけると想像してください。そういう子のお話です今から。顔が白くて爪入りもなぜかここまで真っ白な感じで。学生服嫌いから学生服をつけて。中学校でも問題児扱い、異端児扱い、嫌だったなっていう出来事は、体育の先生がお前男やろ、チンコついてんのかって言って私の股間をつかみに来たことがあって、もうそれは今でも忘れないです。女の子ですよ。女の子だったらごく当たり前の主張が男の子っていうだけでこんなに問題児として扱われるんだっていうのが当時の女の子だと普通のことじゃないって、必ず男のくせにっていうのがつく。子供の時から自分のことをこうちゃんと言っていました。そして中学校になっても僕っていうのがどうしても言えないから、中学生になってもこうちゃんって言ってました。中学校3年生になった時に美術の教科の先生が担任の先生だった。1年生も2年生もずっと美術の時間でお世話になっていた森本先生という先生が3年生で私の担任になったんです。実は私がの担任になってすぐに、あの子は1年生2年生とかなり問題行動を起こしてます、でもきっと何か理由があると思うんです。美術の時間に観察してたらそんなに悪い子じゃないんです。私たち大人が何かを決めつけてしまって、あの子を問題児にして仕立て上げてるような気がするんです。女っぽいです、声も大きいです。でもあの子をあの子のまま受け入れてあげることができれば、あの子の問題行動はなくなるんじゃないでしょうかって、再三職員会議で、でもいじめられてる先生がいますから、私に恨みを持ってる先生は、そんな森本先生の言うことなんか耳にも入らなかったそうです。何言ってるんですか、あの子は問題児ですよ、なんとか何事もなく卒業してくれたらいいんですけどね。教師はそれでいいんでしょうか。あの子をもうちょっと受け入れてあげることができたら、他の問題を持った子供にも通じるところがあると思うんです。あの子と向き合うことが今私たち教師に求められていると思うんですけどって言い続けてくれたそうです。そんなこと私知らないから、担任になったその日から森本先生にも反抗的な態度をとっていました。朝の会も終わりの会も美術の授業も前を向いて聞いたことがない、ずっとこうやって横を向いて聞く。校文ちゃんと前向きなさいって、はぁさぁ指示するな。1学期は私を観察してたんだと思うんです。2学期になって、その時もちょうど美術の授業、色付きリップを塗ってました。横を向いて鏡を見て、ちょっと校文そんなん学校に持ってくるの違うやろ、ちょっと先生預かっとくか貸しなさい
はあ、なんでお前に貸さなあかんねん。スタイル、サジするなって言ってるやん。はあ、他の先生と違ったのは、男のくせに何やってるねんとか、性別のことではなく、その色付きリッパーがここに持ってくるものじゃないでしょって。男のくせにそんなことするなとか、何々のくせにっていう言葉を一切使わずに、今やめなさい、後にしなさい。でも当時の私の耳には、そういう先生の思いも全く耳にも入らないぐらいひねくれていました。このまま行ったらどうなるんだろうって、誰もが心配していたと思います。ここはもう限界かなって森本先生が感じて、いいから来なさい。あんたにもプライドがあるでしょ。みんなの前で怒られたいの。先生と二人で話そう、ちょっと。みんなちょっと自習しといて、二人一組になって、お顔変えておいてください。ちょっと今後来なさい。準備室に先生と話そう。何回も何回も言ってくれてるけど、私はうっさいな。さっき進んだよ、おばはん。いいから来なさい。行かない。来なさい。行かないの繰り返し。で、先生が私の席のところにつかつかつかっと来て、私の腕を掴んで、美術の準備室に放り込みました。美術の絵の具の棚がガラ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 っていろいろなものが降ってきたのを覚えてます。そして私をバチンバチンっていただきました。バチン、一発二発じゃないです、何発も叩きました。そしてパッと森本先生を見たら、カーッと森本先生が泣いてるんです。私も泣きました。痛い、やめて。あんたも痛いかもしれないけども先生も痛いよって。その後私をぎゅーっと抱きしめてくれました。あんたの行動は間違ってる、でもあんたがそうやってしないといけないのは、私たちが何か間違ったかもしれない、でも教えてくれないと教師も対応できない、だから喋ってって、反抗的な態度に出るんじゃなくて言葉で喋りなさい。人間でしょ、あんたこのまま行ったらとんでもなくなるよ。私はあなたの将来がとても心配ですって、私をぎゅっと抱きしめてくれました。5歳の時に父親に抱きしめられてから、親にも抱きしめられたことがなかった。抜け物にされて、問題児にされて、誰も分かってくれなかった。初めて分かってくれる大人がここにいてるってその時思いました。何が嫌やった、話してごらんって、小学校の時から今までのことを全部森本先生に言ってしまいました。おトイレも嫌やった、お友達を取り上げられたことも嫌やった、ランドセルも嫌やった、あれも嫌やった、これも嫌やった、修学旅行も嫌やった。今までの先生のこと、どういう小学校の時どんな先生に担任になったのか私は分からないけれども、今までの先生のことも私が全部謝るから、だから反抗的な態度をするんじゃなくて、何かあったら私に言ってって言ったんです。当時すごくひねくれてたのに、そのことが嘘のように、私の心が固くなった心がパラパラパラと解けていくのが何か分かりました。私も間違ってたなって、分かってくれないって、私も大人を決めつけてたなって、だから森本先生に、もうすぐ文化祭でしょって、小学校の時男の子の役をするのがすごく嫌だったって、分かった、じゃあ女の子の役させてあげるって、もうものすごく嬉しかったんです。誰がいい、言ってみって言われたんです。学校で一番美人の少女映画やりたいって言ったんです。うん、それはあかん。今女の子させてくれるって言ってる、うん、さしてあげるよ。学校で一番の美人は違う。この目、意地悪の教師 A、
返してあげる。どういうこと？ぴったりやん。今まで通りしたのに、今まで教師に言ったみたいな言い方で返事してごらんってな、できるからって言われたんです。でも嬉しかったです。助教師を見事に返事切りました。生徒手帳出しなさい。その文化祭をきっかけに私女優になるって思いました。文化祭が終わるまでは絵描きになるって森本先生の影響で思ったの。その文化祭を聞いて女優になるみたいな、そんな単純な子だったんです。でもその森本先生の出会いは私の中でものすごく大きかったです。今本当に絵描きになったのも森本先生の影響なんです。絵の素晴らしさを教えてくれて、私の顔を養殖コントでスケッチしてくれて、人の顔ってすごいなって思ったのを覚えてます。そんな夢のような自分を取り戻した中学校3年生、1年間終わって高校に入学するわけですけれども、父は諦めてませんでした。なんとか男らしくしたいと思って私を男子校に入れようとしたんです。お父さん諦めてないからな、お前は男や、俺は女産んでない。でもいやいや男子校なんか行きたくない、男子校に入ってみ、そしたらちょっと男なれるから。なられへん、そんなとこ入ったら生きた心地がしない、いや。でも無理やり受験させられました。全て白紙と出しました。白紙というのも申し訳なかったので、聖子ちゃんの歌詞を書いたり、もちろん見事に不合格。それで公立の共学に入学することができました。よかったと思いました。男子校に入れられたら終わりや。でも入ってみたらやっぱり当時のお友達もいないし、それまでの私とは打って変わって暗い子になりました。お弁当は毎日トイレで食べました。高校時代で何も楽しい思い出が一つもなかったんですけど、唯一楽しいなと思えることは好きな男の子ができたこと。入学式の時に彼だけ光って見えました。大好きって思いました。高校に入学したら体は順調に男の子としての成長していきます。声がありまして、ヒゲが生えて、体が筋肉がついて、どんどん男の子になっていく。でも心は順調に女の子になっていくんです。一番辛かった、引き裂かれそうな、私って誰って。セクシャルマイノリティという言葉もない狭い状況の中で、なんだか心と体が別々なような、そんな感じでした。2年生で一緒のクラスになったんです。そしてありえないことに一緒に帰ろうって言ってくれたんです。放課後一緒に帰ろうって、片思いだった彼が一緒に帰ろうって、もう胸躍りました。こんなこともあるんかなって。そして彼と毎日毎日一緒に帰って、それまで灰色だった高校生活が少しだけ色づき始めました。そんなある日、今日泊まっていきって言ったんです。で、彼の家に泊まったら、彼がいきなり私にキスをしようとしました。今だったら私からしますよ。当時はそういうことしたことがなかったから怖くなって、へーって緊張と怖さと複雑な思いでバーッと逃げて帰ったんです。自分が男の子にそうやって毎日一緒に帰ったりキスをしようとしたことを学校にバラされるのを恐れて、私より先に学校に行って学校中にあいつにつきまとわれて困ってるって、私のことをバラしたんです。でも私はすごいショックだったけど、自分を責める側に回りました。その時ちょうど親からも絵を描いてはいけません、当時絵を描くことだけが気分転換になっていたんです。夜家に帰って学校で高校生しんどくて、で森本先生の時から受け継いでる養殖コンテで
家に帰って絵を描いたらホッとする、そういう毎日を送ってたのに、その養殖コンテもスケッチブックも鉛筆も絵の具も全部父親に取り上げられたんです。アホみたいなことしてるね、こんな女みたいな。法事か何かで親戚が集まった時に、父方の姉から「あんた子供の時にいるよりももっと女っぽいな、色白いし何なのそれ」、うちのお母さんさよ子って言うんですけど、「さよちゃんなんでこんな子に育てたん、こんなの結婚できひんで、公文の名前どうすんの、恥やわ、もうほんまに」。そこで母の妹が出てきて、なんでそんなこと言うの、何も間違ったことしてないやんって、あなたたちおかしいんじゃない、公文がなんぼのもんなんって、やめてあげてこんなことみんなの前で言うのって、私をかばってくれたけども、かばう声は入ってこない、攻撃の声しか入ってこない、生まれてこなきゃよかった、お前は間違っている、公文家の恥や、そのことしか入ってこない、絵という救いもなくなった、学校にはもう行けない、学校に行ったらみんなが指をさす、気持ち悪い、オカマが来たで、オカマ来た、オカマ来たって。私の目的はそこから死ぬことに変わりました。どうやったら死ねるんだろうって、何度もリストカットをしました。そして放課後には非常階段に飛び降りようと思いました。学校の隅に非常階段があって、ここから飛び降りたら私は死ねるんだって、ここから一歩踏み出したら私は死ねるんだって、でもその一歩が出ないんです。怖い、死ねない、死ることもできない、人間のクズ、どうやったら死ねるんだろう、もう楽になりたい、私の居場所はどこにもない、ひげもどんどん濃くなってきて、このまま大人になっても就職もできない、結婚もできない、人として何の尊厳もない人生なんて生きてたくないと思った。毎日そんなことを考えて、ある日父両親の保険証を盗んで農薬を買いに来ました。農協にお庭の雑草が出て困るから農薬を売ってくださいって、そして農薬を買って、粉末でした、砂のようなつぶつぶ、それを家の離れでオブラート60袋に包んで自分の部屋に持って入り、夜の2時になるのを待って60袋全部を飲み干しました。飲んだ途端に全身がしびれたのを覚えています。ピリ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 って、そのまま気が遠くなって眠りについてしまいました。腹痛で目が覚めたのは朝の5時でした。鏡を見ると、私の顔は毛細血管が全部切れて紫色に腫れ上がり、目は白目が分からないぐらい真っ赤になり、自分で選んだしたことだけども怖くなって一階の両親の寝室に助けを求めに来ました。助けてって、お母さん助けて、ごめんなさい。そしたら朝の5時だから母が寝室を開けて私を見たけど、母はまだ寝ぼけてるから、その時は扉を閉めました。そして2回目にもう一回助けてって、そしたら今度は父が出てきました。何でうるさいなって言って、そしてパッと私を見たら、私が階段を降りてきて廊下を歩いてきてる後に全部垂れ流している状態で反省してるんです。いろいろなところから全部いろいろな液体が出てる状態、口からも血が出ている、ただごとではない。両親が救急車を呼んでくれました。
地元の病院に運ばれたんですけれども、地元の病院で1000以上ここの子から血を取って抜いて血を入れ替えたりいろいろしましたけれども、地元の病院では助かりませんって。そしておばあちゃんとかおばとかがなぜか来ました。最後の面会ということ。でも私は記憶があるし残ってるんです。カッと口も見開いて目も見開いて閉めることができないけれども、助けてって言いたいけど言えない。そしてみんなが私の顔を見て泣いたり困った顔をしている。母は女の子に産んであげたらよかった、女の子に産んであげたらこの子も死ななかったのかなって。そこで私は声を振り絞ってお母さんごめんなさいって言ったんです。それを聞いた母がはっと我に返って、もう一つ大きな病院に私を運びました。そのまま集中治療室に入れられて1ヶ月か1ヶ月半くらい昏睡状態が続いて、その後も記憶障害が残ったんですけれども、私は奇跡的に一命を取り留めることができたんです。そして普通の病棟に移って、もう大丈夫ですよってなった時に最初にお母さんに言った言葉が、お願いってスケッチブックとコンテ返して言ったんです。女になることも諦めます、男の人は好きになりません、だから絵だけは取り上げないでください、絵を描かせてくださいって言ったしてくれて、病室で狂ったように絵を描きました。精神をさまよっている間に見た夢とか自分の顔とかたくさんたくさん描きました。そこで退院して学校に戻って、まずやったことが図書室に行きました。もっといろんなことを知りたい、私はものを知らなさすぎるんじゃないか、もっといろいろなことを知りたいと思って図書館に入り浸るようになりました。もちろん学校では冷ややかな目が続きました。でも何ももう怖くなくなっていました。死ぬものを経験してからもう何も耐えられるって、お前らの目が何も怖くないって。そしてずっと学校の裏の方とかトイレとかでお弁当を食べてたら、図書館の師匠の先生が書庫の倉庫で食べなさいって言ってくれたんです。あんた本好きでしょって、絵描いてんのって見してって言って、私の絵を見て上手やねって、なんかこれさえあれば私は大丈夫かなって、絵だけを支えに高校生活を終えました。大丈夫私真っ黒なんかね、これ自分のことでしょ、なんか今の私が言ってさあって言ってお友達みたいに大丈夫よって言ってあげたい気持ちを、大丈夫だから今こう私の展覧会で来た子供たちで悩んでる子がいたら大丈夫だよって、時間がかかっても絶対に解決するから諦めたらダメだよって、苦しくなったらいつでもいらっしゃいって言うようにしています。最悪学校行かなくてもいいんだからねって、なんか将来そういう子供たちの駆け込みになるような美術館を作りたいの。よろしくお願いいたしますそんな私も卒業して大阪市に出てくることになりました。18歳の時大阪市に来て、親が専門学校に入れてくれたんですけれども、やっぱり父親は私を男にしたいっていうのが諦められなくて、父親とぶつかって学校を中退して町で似顔絵描きからスタートしました。当時のアパートの家賃は18,000円、そこが私のスタートです。それで似顔絵描きからスタートして、朝は新聞配達、朝新聞配達が終わったらビルの掃除、ビルの掃除が終わったらビルの掃除で清掃用おトイレとかオフィスの掃除、終わったら画材屋さんでアルバイト、画材が 20% オフで買えるから画材屋さんでアルバイトをしたら夜は皿洗いのアルバイト、それが終わってから朝まで絵を描く、
新聞配達遅刻するようになります。そのうち配るのが面倒になります。すぐクビ。でもまあ他は続きましたからね。そのうち似顔絵描きだけで、週末土日の似顔絵描きだけで17,500円とか、そういう時があって、もう絵だけで家賃が払えるようになって、そのうち出版社に、絵描きってどうなのかなと分からなかったから、出版社に絵を持って行って、小さなカットの仕事、今パソコンですけど当時全部手書きでした。手書きの小さな挿絵の仕事とか、カットイラストカット999とか、よく学校通信とかで先生たち貼りませんでした、こう切って。あれ私が書いてたのよ、ドヤ顔よ。過ごしてたんですけれども、どうしても子供が描きたい。その当時はこういう現代社会を投影するというよりも、まず子供を描きたい。解剖学を勉強してもデッサンを勉強しても子供が描けない。子供に関わる仕事がしたいということで、二十歳から学童保育の指導員として働きました。5年間働きました。そこで子供、問題を持った子供もいれば、いろいろな子供もいて、子供と体ごと心ごとぶつかることで、子供たちの中身が見えてきて、子供たちのおかげで私はまた子供が描けるようになりました。そして25歳の時に学童保育を辞めて、いろんな画廊にこう絵を見ていって、28歳の頃には百貨店に個展をして画集を出すまでになっていました。もう死に物狂いでやりました。知り合いを作ったら男の人を好きになるから、とりあえず誰とも関わらないで絵だけを描くような生活。そして28歳の時にパタッと絵が描けなくなったんです。なんでかなって、自分と向き合ってなかったからです。そろそろこの28歳30歳になって、このままずっと自分に嘘をついて生きていくのかな、それでも生きてはいけるだろうなって、でもそんな人生でいいのかなって、人生一度きりだし、自分の人生を改めて見直すような、そんな出来事がたくさんあったんです。そして自分と真剣に向き合った結果、出た答えは同性愛でした。男の人を好きだから、男として男性が好きなんだっていう自分の答えが出たんです。ゲイの友達を作ったり、レズビアンの友達を作ったり、バイセクシャルの子もいました。友達が少しずつ増えてきました。そして友達のパーティーに行きました。ちょっと結構広めの会場で、国際交流、あのゲイのための国際なんとかデーみたいな感じで、そこにちょうど身長196センチの金髪の男性が会場の奥に立ってた。アンドレと言いました。申し訳ございませんが、ここから少し私の妄想にお付き合いください。アンドレ、オスカル。アンドレが言いました。私は生まれてからこのかつて、あなたのような美しい男の子を見たことがない。言ってないって言ってました。私にはそう聞こえたんですよ。そしてアンドレと恋人になったんです。見上げるかっこいいアンドレ、綺麗な私みたいな、なんかそんな自分では妄想を描いてたんですけど、そしてアンドレともね、恋人同士だから、もちろんキスをすることがやってきます。この時だけ顔がね、でももちろんそういうこともあるんですけど、ってなるんです。また嫌とかじゃないんですよ。男の子で男の人で、彼は自分の友達にボーイフレンド、僕の彼氏だよって。で、私はアンドレに、いやいや私のこと彼女って紹介してって。で、アンドレも少しずつ私がんってなってきて、君はゲイじゃなくてトランスセクシャルかもしれないよって私に言ったんです。で、当時そんなことも聞いたことがないから、どういうこと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 ってなって、
そしてアンドレが世界の LGBT のこととかいろいろなことを私に教えてくれたんです。日本にはねまだまだ知られてないけれどもこうだよって、でもねきっとね大丈夫だからねみたいな、でも僕はもう恋人ではないけれどもお友達として君を支援したいって、で私にお洋服を買ってくれたりとかお化粧品を買いに連れてってくれたりとか。フランス系カナダ人だったので、カナダに帰るよっていう時が来たんですけれども、その時に私にファッションアドバイスをの定期購読を、そのエルジャポンという雑誌の定期購読書をくれて頑張ってねっていう感じで、で私がちょうど今のような姿になったのは30歳の頃でした。そして私の自分のお客様にもカミングアウトしました。テレビ番組を通じてカミングアウトしたんです。今度この時間見てくださいねって。半分の人が受け入れてくれて半分の人は拒絶しました。住んでたマンションも署名活動をして出て行けと追い出されました。当時してたお絵描き教室も辞めさせられました。こういうことなのかなって。こういう差別があるんだなって。私は神戸構造という名前を捨てて、その当時の彼と一緒に彼に女として生きていきたいんだから過去は捨てて女性の人生が欲しいと思って、もうこんなに差別されるんだったらということで彼と一緒にマンションを購入して女性として結婚生活が始まりました。私の目的だったはずなんです。それがなんか毎日毎日情緒不安定になってくるんです。なんでかなって、でどん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 情緒不安定になってきて彼とも喧嘩が絶えなくなって彼は出て行きました。もう私仕事してなかったので収入もない状態で貯金を切り崩しながらマンションにローンを払ってどうしたらいいのかなって思い悩んでいた時期です。なんで女になりたくて女になって結婚生活までできたのに何がこんなに苦しかったのかなって、そして仕事向き合った結果そうだって、小学生の時からずっと来たこの人生、男の子として来た人生、森本先生に出会ったこと、辛かったこと、悲しかったことの方が多かったけど、この人生全部否定して自分を否定して新しいものを手に入れようとしてたんだなって思ったんです。自分で自分を差別してたんだなって、そのことに気づいて私は元男だったということも嫌だったことも死にたかったことも全部丸ごと受け入れてもう一回生きていこうって、公文構造を取り戻してこの名前で生きていこうって、親戚に公文と差別されたんだったらわざと名前を変えずにこの公文という名前でやっていつか見返してやろうと思ったんです。でも大阪には私のことを取り扱ってくれるって業者もどこにもなかったので銀座に作品を持ち込んで50件の狙いを回って1件だけ私の個展をしてくれるところがありました。その1件の個展を皮切りに今もこうして皆さんの前に立っているんです。もう一回公文構造としてやっていけるんだったら、私は絵だけではなくて自分のこれまでをお話しして同じように苦しんだ人も同じように生きづらさを抱えている人も何かきっかけになるんじゃないかなって、だったら声を出さないとダメだなってさらけ出して講演をすることを決めたんです。これまで私の人生を話してきましたけれども、 LGBT って目に見えません。マイノリティと言われています。人口の約 7.6% もいると言われています。これがもはやマイノリティかどうかということも問題なんですけれども、受け入れる受け入れない、理解するしない、そういう議論自体ももうナンセンスなんです。当事者がこの世の中に生きて存在しているという事実があるんです。子供は良い可能性も悪い可能性も持っていると思います。今起こっている事件とか事故、加害者も被害者も元が子供だったんです。だから先生たちにしかできないこと、学校でしかできないこと、
当事者の親が自分の子供を間違ってると思ったら、違うんですよお母さんって言ってあげれる、言ってあげられる先生作り、その環境が LGBT に限らず、自分で生きづらさを抱えている子供とか障害を持った子供が何か生きやすい、そんな世の中になるんだと思うんです。マイノリティにとっての生きやすい世の中というのはバリアフリーで、みんなにとっても生きやすい世の中だと思います。今日私の声を聞いて、プロフィールカードを、すごいお金かかったのよ、1000万円のプロフィールカード作るの自腹よ。これを皆さんにお配りしているのは、これをぜひ今日来ていない誰か、学校に帰ったら先生方に見せてください。子供たちに、この絵はどんな人が描いたと思いますかって何も言わずに聞いてみてください。そうやって私の絵を教材と使ってる学校もあります。この絵を描いたらどんな人、写真を見せて、この人が描いたんだよどう思うって、そして最後に、この人ね、もともと男なんだよってどう思うって、子供たちの中からいろんな意見が出て、そこで子供たちに考えさせる、そんな授業をしてるところもあります。そこまでは言わなくても、皆さんがそうやって私のことを誰かに話す、子供たちに話す、同僚に話す、家族に話す、そうやっていくと本当に少しずつだと思います。氷が溶けていくように、みんなが生きやすい、誰も死ななくていい、特に子供たちが自殺するのは耐えられません。じわじわとそういう環境になっていけばいいなと思って、もしかしたら拙なくて公園と呼べるにはほど遠いお話になったかもしれませんけれども、お会いできてよかったです。ありがとうございました。